バックランプが思いのほか見えない別のところに LED を取り付けたいと思います。下にリフレクターがついてるんですけど、ここを交換しようかと。 LED の入ったリフレクター、こちらに変えていきます。電源取り出しの方が赤がブレーキだそうです。でこっちも赤があるので、これがブレーキですね。はい、エルカチャンネルの師匠です。前回ですね、リフレクターを LED 付きのリフレクターに交換しました。あれから数日経ってるんですけど、付けた分はありますね。良かったと思います。で今回はですね、これを取り付けようかと思います。スイッチ、前回はですね、もうただ線をつなぐだけで終わっているので、スイッチを取り付けて消えるようにしていきたいと思います。エルカチャンネル、それではここにこのスイッチを取り付けたいと思うので、今見えているこれが LED リフレクターの線です。この辺りにですね、スイッチを取り付けていきたいと思います。じゃあこっち側外します。はい、外れました。前回取り付けたのがここですね。ここに持ってきたリフレクターの線をつなげてます。両方をこのスイッチ一つでしたいので、反対側もリフレクターの線をこっちに回さないといけないのをすっかり忘れてました。ちょっとバタバタ回して一本にしたいと思います。エルカチャンネル、そしたら線が足りないので線をつないでいきましょう。昨日はちょっと火がもう落ちちゃったんで、今からバタバタとします。はい、時間切れ。とりあえずバンパーの裏で配線こうつなげて中に通したところで今日は終わり。エルカチャンネル、さあいよいよ中にスイッチを取り付けていきたいなと思います。とりあえず配線処理から。暗くなったしよくわからん、やめよう。エルカチャンネル、さあ今日こそはスイッチが取り付けれるといいな。よし、とりあえず配線 OK、 エンジンかけてみます。エルカチャンネル、まあできましたよ。わかりますか？テールランプはついてます。リフレクター消えてます。スイッチ押してみます。はい、これでやっと終わる。じゃ
あと綺麗に片付けて終わりたいと思います。エレスタチャンネル。向いてるぞ。でしょ。はい、片付けました。こんな感じになりましたよ。はい、ここにスイッチを取り付けました。で、これでかぶせるので普段は全然わからないと思います。で、必要になった時開けてスイッチを押すと、ちょっと今消えちゃったんで分かりづらいですけど、リフレクターのスイッチが切れると。で、もう一度スイッチを押すと、はい、こんな感じでつきます。で、本当はですね、このスイッチも光るんですよ。で、今回はプラスの方でつなげてないんですね。マイナスの方でつなげてるので、これも発光はしてません。本当は発光してもいいかなとも思ったんですけど、まあ見ればわかるんでいいかと思って、今回はマイナスでつなぎました。エレスタチャンネル。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。